タクちゃんが今ちょっと散らかってるんで撮るなと言ってるんですけど、そう舞台裏まで見せちゃって、そんなこと言わないでもう撮っちゃうもんね。はい。選手の街となっておりますので、ぜひご協力ください。一平くんです。1年に1回か2回しか会わない一平くんです。跳ねてます。俺も跳ねてるよ、だいぶ。俺も跳ねてるっていうか潰れてるね。今日は何クラス出てるのかな？M と SB。 2ヶ月ぶりに走ってんだよな、秋痩せな。決勝頑張ってください。僕それから34番。往年のあのシュワンツさんの公認、シュワンツ公認、公認メールでいいじゃんって。すごい、ケビン・シュワンツ選手公認のゼッケンがついております。はい。トレーナーのトラックの、なんかね、やっぱりサーキット好きだね俺。いいですね。なんか今日はどうしようかなと思ったけど、来てみると楽しいね、やっぱり。あの特にやっぱり秋ヶ瀬はミニバイクの聖地なんで、やっぱりトップのミニバイクライダーが集まってるんですよ。ちょっと雰囲気違うね、レベル高い。高いですね。ただでもね、この秋ヤセでもそのフレッシュマンとかノービスとか、これからレースを始めようっていう人たちのクラスをね、どん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 作っていくみたいな。それは僕も今連帯もやってますから、ね、今度連帯来てください。はい、了解です。で出てください。つなぎも用意しておりますんで。入るつなぎないってもう。あるある。大丈夫。XL の RS サイズ3台ですよ。了解です。タイトルになったので、より体制を強化して、ね、武田雄一を迎え入れて、あのオートバイの開発、タイヤの開発に協力してもらって、より勝てる体制を作ってきました。はい。だから僕が勝てなかったら武田の責任というか。はい。一番肝心なとこ入ってますね。はい、チーム影山チャンピオン取ります。皆さん拍手お願いします。よろしくお願いします。は、皆さんから応援してもらう、まあ、横浜ですけれどもね、地元に根ざしたチームを目指しています。そして、武田雄一選手、影山幸雄選手、ミニバイクレース出身ということで、ぜひこの大二郎カップ、そしてサーキット秋ヶ瀬元ジャンプ杯を応援しつつ、皆さんが彼らを目指してこれからどんどん楽しんでもらう、頑張ってもらえるように、このサーキット秋ヶ瀬で発表会をさせていただくことになりました。ね、頑張るとチーム加賀山入れるかもしれない。そう、チーム加賀山入りたい、入りたい、入りたい。みんながね、あのライセンス取る頃にはもっともっと大きくなってるんで、それいっぱいバイク用意しておくんで、あの加賀山に行きたいなと思うようにチーム作っておきますので。じゃあそれまで10年はチャンピオン取り続けないといけないね。ね、皆さんそうですよね。はい、頑張りますんで、武田先生もお願いしてね。はい、頑張ります。はい、そして全日本選手権第1戦は3月31日から4月1日、
新宿モテギで行われます、ぜひとも観戦スケジュール確認していただいて応援よろしくお願いします。15日、三重県柴崎と、そして第3戦が柴崎と、そして第4戦が大分オートポイント、第5戦が新宿モテギ、第6戦県警スポーツランドスロー、そして第7戦がオートポイント、そして第8戦迎えます。将来の、ね、かわいい、すごいぶち切りだったね。ぶち切りじゃん、一番。ありがとう。あゆむくんはメガネかけてなかったっけ？かけてます。かけてるよね。かけてるの、普段は。そうだね、去年春菜で会った時メガネかけてたもんね。今何、コンタクト？いや、かけてます。あ、今もかけてるんだ。タイラップで止めて。ああ、そうなんだ。